お久しぶりです、トーマスです。今日はね、 iPhone 12シリーズいよいよ昨日発表されてしまいました。ということで今回は iPhone 12シリーズ一体どんなスマートフォンなのか、そしてその中でどれが買いなのかっていうのを解説していきたいと思うんですが、 iPhone シリーズといえばもう知らない人はいないでしょう。スマホ市場を作り上げた立役者と言ってしまってもいいスマホやねんけど、そこに Android スマートフォンが追いつけ追い越せで切磋琢磨してきて成長してきたのがスマホ市場ではあるんやけど、今回またまた2020年に iPhone 12がスマホ市場の新たなスタンダードを作り上げてしまいましたというのが俺の結論になります。なんでどうしてそう思ったのかっていうのも合わせて見ていってもらえればと思います。でまずね、 iPhone 12 シリーズ一体どんなものが発表されたのかっていうところから見ていきましょう。今回発表された iPhone 12 シリーズ4モデルございます。まずね、無印のモデルとプロモデルがあるっていうのはいつものことではあるんやけど、無印のモデルに関しては iPhone 12 ミニ 5.4 インチで2つのカメラを搭載しているものと、今まで通りのベーシックな iPhone の 12.6 インチ、これも2つのカメラを搭載しているものがあります。そして次にね、プロモデルが2つあって、これが iPhone 12 Pro、 iPhone 12 と同じく 6.1 インチでカメラが3つになっているものと、で最後に iPhone 12 Pro Max 6.7 インチ、非常に大きな画面でございます。これが3カメラになっているものの4モデルがあるっていう形やね。今回ちょっとね、数が多いからややこしいんやけど、これ全てまとめるんで頑張ってついてきてもらえればと思います。で何よりも気になるのは iPhone 12 シリーズで一体何が新しく追加されたのかっていうところやと思うから、それをまず解説をしていきたいんやけど、変更点は6つで、それがこの6つになります。本体デザインがシャープに背面マグネット、マグセーフを搭載した望遠レンズが 65mm、 プロモデルはライダースキャナーを搭載した A14 チップ搭載 5G 対応。これ全て詳細に解説をしていきたいと思います。まず本体デザインがシャープになりました。 iPhone といえば iPhone 6以降は手に馴染むラウンド形状を採用はしていたんだけど、今回の iPhone 12に関してはこんな感じで iPhone 4とか5で採用していたのと同じようなシャープな形になりました。ということでね、パッと見の印象に関してはよりスタイリッシュな印象になったし、あとね、形状が真四角になっていることによって、もしかするとバッテリーとかを詰めやすくなってるんじゃないのかなと、内蔵のバッテリーに関してはサイズ感の割には今までより多く詰めれてるんじゃないのかなと勝手に想像をしています。ただ一点個人的に気になるのは、四角い形状は手が痛いと、だから個人的にあんまり好きではないと。まあこの辺はエクスペリアでも同じではあるんやけど、やっぱ手に持った時に手に刺さる感覚があるから、どっちかっていうとラウンド形状の方が絶対に手には優しいのかなと思います。この辺は好みです。はい、で次ですね、背面マグネットのマグセーフを搭載をしました。これ何かっていうと、背面に磁石を搭載をしてしまいました。でこれの主な目的が何かというと、置くだけの無線充電器があるでしょ。今まではここに iPhone を置いたとしても、うまく置けてないせいで充電ができていないみたいな事態が頻発をしてしまっていたんやけど、今回 iPhone の背面にマグネットを搭載したということで、マグネット対応の充電器を購入することによって、近づけるだけで正しい位置にピタッてくっついてしまうわけよ。だからこれによって充電の失敗がなくなりますよっていうのが一つの売りではあるんやけど、さらに iPhone の背面にマグネットがついているということは、いろいろなアクセサリーをつけれますよと、背面にカードケースとかもつけてバリエーション楽しんじゃってくださいねみたいな遊び心もあるんですね。ただね、個人的にはね、置くだけ充電器に関してはこういう縦型のものを用意してもらうことによって、スマホを置けば重力で自動的に正しい位置に調整されるから、今結構充電失敗してる人に関しては普通に縦型の置くだけ充電器を買ってしまったらいいんじゃないかなという気がしています。マグセーフを否定したい意図はありません。そして次ですね、これに関してはプロモデル限定ではあるんやけど、プロモデルには今回も望遠レンズがついています。でその望遠レンズが 65mm の画角になりました。これね、今までは 50mm の画角やったの、だから2倍望遠っていう形ではあったんやけど、それが 65mm なんでよりアップになりました。でこの画角が果たして使いやすいのかどうかっていうのは未知数であるんやけど、基本的に 50mm っていうのは上半身を撮影するのに最適だと言われていて、そして 80mm っていうのが顔のアップを撮影するのに最適だと言われてる画角で、 65mm に関してはそのちょうど中間やねんな。だからこの画角がどうなるかっていうのは未知数ではあるんやけど、今までの 50mm よりはよりアップになったということで、何か撮影する時により歪みが少なく撮影できるというのはプラスに捉えてもいいんじゃないのかなと思います。はい、で次ですね、これもプロモデル限定にはなるんやけど、ライダースキャナーを搭載をしました。これ何かというとね、 iPad Pro 2020にはすでに搭載されているものがあるんやけど、カメラ3つあるでしょ。それとは別にこのね、ライダースキャナーっていう赤外線を発信して距離を測定するスキャナーっていうのが搭載をされています。でこれによって周辺環境っていうのを 3D データとしてスキャンできるようになるんで、今のところ使い道はないんやけど、例えばスキャンした周辺環境を 3D プリンターで読み込んで、そのままミニチュアを作ってしまうみたいなことができるんじゃないのかなと思っていて、で iPhone 12 Pro に搭載されるということは、流通量が爆発的に増えるということでしょ。であればライダースキャナーに特化したコンテンツっていうのも今後出てくるんじゃないのかなというところで、個人的には密かに期待をしています。今のところ使い道はないです。で次ですね、これはおなじみやけど A14 チップ、これに関しては iPhone 12シリーズ全てで A14 チップを搭載をしています。だから iPhone 11シリーズの A13 から一つグレードアップしたっていう感じにはなってるんやけど、ただね、アンツツスコアに関しては諸説あって、一つ前の A13 チップが50万点ぐらいって言われてたのに対して、 A14 チップは50
57万点前後なんじゃないかというふうに言われています。で、一方で Android の最新の CPU であるスナップドラゴン865プラスに関してはもう60万点を超えてきてるから、もしかすると A14 チップに関しては Android のスナップドラゴン865プラスより性能が低いかもしれないんやけど、そこに関してはね、Apple は今回はね、省電力性を強化っていうことをしきりにプレゼンでアピールをしていたから、処理能力よりもバッテリー持ちを重視した結果なんじゃないのかなと個人的には考えています。で、実際にあのスマホの処理能力に関しては使い道が頭打ちしている状態で、今性能むちゃむちゃ高いけど、これどうする、何に使うっていう話が宙に浮いてしまってる状態なのよ。だからそういう意味では A14 チップで省電力性にパラメーターを振ったっていうのは正しい判断じゃないのかなと俺は思う。で、最後ですね、 iPhone12 シリーズはその全てが 5G に対応をしています。どうでもいいです。で、ここまでが iPhone12 のざっくりとした改善点にはなるんやけど、ここからね、 iPhone12 シリーズのそれぞれの詳細なスペックを iPhone11 と比較しながら見ていきましょうよ。全然番犬の役目を果たせてない番犬がいる。ということで、まずはね、無印の iPhone12 シリーズ、つまりプロじゃないモデルのスペック比較っていうのをやっていきたいと思います。で、比較対象として iPhone12 ミニ、 iPhone12、 iPhone11 っていうのを並べてるんやけど、大きくは変わってないです。というかほとんど同じやね。セキュリティに関しては顔やしお財布に対応してるし、防水は IP68 やし、あとデュアルシムにも eSIM っていう形で全てが対応しているっていうところは同じやねんけど、じゃあどこが違うのっていう話、いいこと聞いてくれました。それがこの赤字なんです。 iPhone12 シリーズはその全てが有機 EL に対応してしまいました。そして解像度に関しても iPhone12 ミニ、 iPhone12 両方ともに 2340×1080 ということでフル HD に対応しました。そして A14 チップを搭載をしていると。ただそれだけじゃないんです。もう一つすごいのがこれね、ここ赤字になっているところ、重量を見てほしい。 iPhone12 ミニ 5.4 インチのモデルに関しては 133g ということなんで、 iPhone78 よりも軽いぐらいの水準になってしまっています。そして iPhone12 ですね、 iPhone11 と同じく 6.1 インチなのにもかかわらず 194g から 162g ということで 32g も軽くなってしまってるんですね。それなのにバッテリー持ちに関しては連続ビデオ再生が17時間のままということなんで、これ明らかに省電力性が向上してるんじゃないですかっていう話。ただこれに関してはあくまでも Apple の公式サイトに書いてある数字やから、どこまで正しいのかは分かりません。実際使ってみての検証を待ちましょう。で、それぞれのお値段としては、 iPhone12 ミニが iPhone11 と全く同じ 74,800円で、 iPhone12 が iPhone11 よりも少しだけお値段が上がって 85,800円ということになるんやけど、ただ iPhone11 と比較すると有機 EL になったり、画面解像度上がったり、処理能力上がったり、重量が軽くなったりっていうところやから、まあこの値段の上がり方に関しては順当な上がり方なんじゃないのかなと。はい、で次ですね、 iPhone12 のプロシリーズのスペックをここから比較をしていきたいと思います。比較対象は iPhone12 Pro、 iPhone12 Pro Max、 iPhone11 Pro ですね。で、実はね、プロモデルに関しては無印の iPhone12 モデルと違ってほとんど同じです。で、今回も改善された部分は赤字で表示はしているんやけど、変わったところ3点のみです。画面解像度が無駄に上がりました。もともと iPhone11 Pro ですら画面解像度は高かったんやけど、 iPhone12 Pro、 12 Pro Max になることによって無駄に画面解像度が高くなってます。これ多分ね、俺は必要ないと思う。 Apple が画面解像度にこだわり出すっていうのはちょっと意外やったね。で、もう一つは A14 チップにグレードアップしたっていうのは全く同じではあるんやけど、お値段がね、今回良心的なのよ。 iPhone11 Pro に関しては115,344円だったにもかかわらず、12 Pro になることによってなんとお値段下がっちゃってます。見てください、こちら106,800円のポッキリ価格、税別でございます。そしてね、 iPhone12 Pro Max に関しても117,800円ということなんで、あれれ、 iPhone11 Pro Max とほとんど一緒だよ。あの金にがめ使った Apple はどこ行っちゃったのね、謎なのよ。だからね、プロモデルに関してはなんと値下げをしてしまっていると、あの Apple が。だからね、多分ね、2020年は地球が崩壊します。ここまで iPhone12 すごいでしょ、性能上がってんのに値段下がって、いいことずくめで Apple どうしたん、頭おかしなったみたいな感じではあるんやけど、残念なところもあるんです。それを見てください、こちらになります。呪われしライトニング端子は相変わらず継続をされています。なんでだ、なんでなんだ、 iPad Pro は Type-C 端子を搭載したじゃないか、みんながライトニング端子をやめてくれっていう声は Apple の耳にも入っているはず。それにもかかわらず相変わらず iPhone12 に関してはライトニング端子を搭載をしてしまっているんですね。ということで、俺みたいなガジオタに関しては iPhone を検証するためだけに相変わらずライトニング端子を用意しないといけない、非常に面倒くさいんです。一応ね、 iPhone12 に関しては置くだけ充電ができるから、ほとんどライトニング端子を使う必要はないんやけど、俺なんかさ、 iPhone12 で撮影した動画をパソコンに映すためにケーブルで接続しないといけないのよ。それが相変わらずライトニング端子なのよ。しかもね、今回 iPhone12 の箱に同封されているケーブルはただのライトニング端子ではないんです。ライトニング端子から Type-C 端子に変換するためのケーブルが同封をされているんです。それなら最初から Type-C 端子にしてくれ、勘弁してくれ。だからもうここに関してはね、もう完全に利権なんじゃないのかなと。世界に何千万台と出る iPhone の端子を独自規格にすることによって、
収益を確保しているんじゃないのかなという気がしているんやけど、真意は知りません。そしてもう一つですね、リフレッシュレートが相変わらず 60Hz でした。これね、もしかすると聞き慣れない言葉かもしれないんやけど、リフレッシュレートっていうのは画面が1秒間に何回書き換わるかっていう話で、基本的には 60Hz がベースになっています。ただ最近のスマートフォンに関しては 120Hz っていうのが主流になってきて、特にね、 Android の Galaxy Note 20 Ultra とか、あと Xperia の最新作とか、あとね、ここにも書いてある通り iPad Pro 2020に関しても 120Hz で駆動はしているので、だからね、 Apple に関してはリフレッシュレートどうするかっていうのを実際迷ったと思うね。ただね、リフレッシュレートに関しては 120Hz にすることによって画面の書き換え回数が倍になるわけよ。で、そうするとバッテリーの消耗も結構増えてしまうよね。だからリフレッシュレートっていうのは滑らかさとバッテリーのトレードオフになってしまうから、そこで今回 iPhone 12 に関してはリフレッシュレート120を断念したのかなと。でね、悔しいけどね、多くのユーザーにとってはリフレッシュレート120になってるよりもバッテリーが持つ方が嬉しいはずやね。特に iPhone 12 なんかライトユーザーに売ることを目的としてるわけやから、こんなね 120Hz にこだわるようなスマホオタクは相手にしてないのよ。ということなんで、今回は泣く泣く 60Hz なのかなと。次回 iPhone 13 とかでより省電力性能を上げることができれば 120Hz を搭載してくるんじゃないのかなと。実際に 60Hz と 120Hz を使ってみると全然操作感が違うのよ。こっちの方が圧倒的に滑らかやから、個人的には 60Hz っていうのは結構残念です。ただ多くの人はおそらく求めてないでしょう。というところで Apple の判断は正しいのかなと思います。じゃあ結局どれ買えばいいのっていう話になってくるんやけど、 iPhone 12です。12です。もう完璧です。このスマホが最高に最大公約数です。多くの人に刺さります。なんでかっていうと iPhone 12 に関してもコスパ半端ないのよ。8万円でこれだけの性能で弱点が全くないスマホではあったんやけど、細かい妥協点っていうのは残念ながらありました。それが何かというと、液晶ディスプレイで画面解像度が低くてちょっと重かった。ここがたまに傷やってん。全然コスパいいんやけど、その iPhone 11、これですらコスパは十分いいんやけど、この3つの弱点っていうのを全て解消してしまったのが iPhone 12 なんですね。具体的には 6.1 インチの液晶ディスプレイが有機 EL ディスプレイになっています。そして解像度 1792×828 が 2340×1080 になりました。フル HD です。で、さらに重量は 194g から 32g も軽くなって 162g になりました。それなのにバッテリー持ちは全く同じ。これは Apple が勝手に言ってるだけではあるけど、それでお値段が1万1000上がってしまったっていうところではあるんやけど、スマホなんかさ、普通の人は買えば2年間は使うわけよ。で、そのスマホに支払う金額を1万1000円追加するだけで、これだけのストレスから解放をされるんであれば、絶対にこっちの方がいいでしょ。ということなんで、 iPhone 12 に関してはコスパ爆発していた iPhone 11 の弱点を全て補って守備が完璧のスマートフォンになってしまいましたと。だからね、今後の回答は全て iPhone 12 で大丈夫です。初心者におすすめのスマホなに iPhone 12 です。カメラがおすすめのスマホなに iPhone 12 です。初めてのスマホで不安なんやけど、何がいいか iPhone 12 です。全てで iPhone 12 でいい。もうね、スマホについて聞いてくる人、スマホについてよく分かってない人に関しては問答無用で iPhone 12 を勧めちゃってください。これ以上に弱点がない全方位を守りきれるスマホは他にはないです。お手お手、超えてんのは分かってんねんぞ。で、一応ね、 iPhone 12 以外のスマホの選び方についても簡単に解説をしておくと、 iPhone 12 mini に関しては 74,800円で、特徴としては 5.4 インチディスプレイやから持ちやすいんやけど、その分ちょっと情報量が少ないのと、あとバッテリーがどれぐらい持つかっていう実際のところが不安と、なんせ 133g はいくらなんでも軽すぎる。これはバッテリー持たんやろっていう気がしてる。そして iPhone 12 に関しては最高にちょうどいいから全員におすすめできるのに対して、 iPhone 12 Pro に関しては 106,800円で、望遠カメラがついてライダースキャナーがついているっていう違いがあります。大きさに関してはこれ全く一緒やね。ケースも同じものが使えるらしい。で、最後に iPhone 12 Pro Max に関しては 117,800円からっていうところで、特徴としては大画面で情報量が非常に多いっていうのと、あと望遠カメラを搭載をしていて手ブレ補正が強化されていたり、あとカメラのセンサーもちょっといいものになってるらしいから画質がいいらしい。そして同じくライダースキャナーを搭載をしているっていうところなんで、プロに関してはやっぱこだわる人向けなのかなっていう印象で、まあ、一番売れるのは iPhone 12 で、 iPhone 12 mini がどれぐらい売れるのかっていうのが未知数なのよね。なんか結構ウェブ上で iPhone 12 mini 嬉しいみたいな話が多いんやけど、俺個人的にはね、 iPhone 12 mini は小さすぎて、そのサイズ感以上に情報量が少ないっていうデメリットが上回ってしまうから、俺は全然魅力的には感じないんやけど、実際の売り上げが楽しみなスマホではあります。ということで、ここまで見てもらって分かる通りであるんやけど、2020年に関してはアップル改心しちゃいました。ユーザーフレンドリーなアップルになっちゃっていますと。で、無印モデル、プロじゃないモデルに関してはよりハイスペックに、そして価格は据え置きではないんやけど、まあそんなに高くはなっていないし、プロモデルに関しては性能が上がっているにもかかわらず
さらにお求めやすい価格になって、今今回の4モデルに関してはどれも捨てがたいと。ライトユーザーがスマホに求めるものをきっちりと抑えてきてるし、しかもねお値段に関してもどれもバランスよく配置されているから、どれ選んでもいいんじゃないのかなっていう気がしてしまうよね。ただ一方で残酷な側面もありました。 iPhone SE 4月か5月ぐらいに発売された小型のモデルに関してはなんと早々と生産終了をしてしまいました。 Apple のホームページにもう存在していないんです。これは恐ろしい。そもそも iPhone 12 mini を出すぐらいなら iPhone SE 出す必要なかったやろ。多分ね Apple はね iPhone SE を買ったユーザーの悲鳴が聞きたかったんやと思うよ。この iPhone SE の切り捨ての速さはもうさすがアメリカ企業って感じやね。はい、で一方でっていうところであるんやけど、 iPhone 12 100% 売れるでしょう。抑えるところきっちりと抑えてきて価格もそんなに高くないのよ。これは売れる間違いない。だからねその分ねピンチになってしまったのは Android なのよ。これどうしてかっていうと、今まで Android って iPhone に追いつけ追い越せでやってきたやんか。で最近の Android スマホに関してはもう iPhone 置いてけぼりでスペック競争をしてしまってるのよ。でそのスペック競争をした結果再三度外視になってしまっていて、12万13万っていう価格が一般的になってしまってる上に、この俺が購入した Galaxy S20 Ultra に関しては15万6000円16万円っていう価格で販売してしまってる始末よ。こんなもん iPhone 12 が9万で手に入るのに売れるわけがないやろ。一応ね Android には高いリフレッシュレートであるとか Type-C 端子搭載とかデュアルシムとかツインアプリとか、俺みたいなオタクが喜ぶ機能っていうのがモリモリついてるから、俺は iPhone 12 をメインスマホとすることは絶対にないんやけど、多くのライトユーザーは多分この機能求めてないのよね。それなら Android 選ぶ理由がないでしょ。ということで2020年は年末の段階で Android が追い込まれてしまうっていう状況になってしまったんやけど、これで終わる Android ではないです。 iPhone が伸びたということは次は Android が伸びる番やから、 Android の反撃に期待をしましょう。で最後にね、今回解説した iPhone 12 シリーズの予約開始日と発売日だけ押さえておきたいんやけど、 iPhone 12 と iPhone 12 Pro、 これ両方とも 6.1 インチのモデルです。これに関しては予約開始日が明日10月16日からとなっております。そして発売が10月23日です。そして 5.4 インチの小型 iPhone 12 mini と、あと 6.7 インチの大型 iPhone 12 Pro Max に関しては予約開始が11月6日、発売が11月13日ということなんで1ヶ月後となります。なんでまあどれを買うのかを決めてもらって、 6.1 インチのモデルであれば明日から予約開始ということなんで、そこに備えてもらえればと思います。以上となります。このチャンネルではこんな感じで今後もガジェットと生活改善情報を発信していくので、この動画が良かったなと思ってもらえればグッドボタンとあとチャンネル登録をお願いします。あとガジマガっていうブログも運営をしていて、こちらも2日に1回の確実更新でガジェットと生活改善情報を発信しているので、こちらもチェックしていただけるとありがたいです。あとツイッターもやってます。日々くだらないことを発信しています。そちらもフォローしていただけるとありがたいです。長らくご視聴いただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。バイバイ。